少し肌寒い日でしたが、天気は良かったので近くの通りを散歩しようと外出しました。店内を少し覗くつもりだったのですが、ショーウィンドウの美味しそうなケーキに釣られて中に入ってしまいました。フランスでパンといえば真っ先に思いつくのがバゲットではないでしょうか。サンドイッチも食べたかったのですが、この後のお昼ご飯のことを考えて今日はビエノワズリーを買って帰ります。このコメルス通りは普段ですと地元の人でにぎわっている通りですが、この日は少し肌寒かったせいか外に出ている人が少なかった気がします。しばらくこの通りに来ていなかっただけで知らないお店が増えており、アラン・デュカスのショコラティエもありました。パリのあちこちにある八百屋さんの店頭には旬の果物や野菜が積んであり、季節を感じるので僕は好きです。こちらのお店はオリーブ屋さんです。店頭にはオリーブの苗木がありました。ワイン屋さんのワインの種類はとても豊富で、ワイン以外の商品なんかも売っていたりします。通りの反対側には別のパン屋さん、エリック・カイザーがあります。先ほど買ったビエノワズリーを食べるために公園に寄りたいと思います。コメルス通りにはたくさんのお店がありますが、フランス語でコメルスは商業とか取引という意味があるのですが、この通りの名前の由来に何か関係があるのかなと一人で考えていました。さっきのパン屋さんでお気に入りのショーソンポムを買いました。リンゴをパイ生地で包んで焼き上げているこのビエノワズリーの名前の由来は、形がスリッパに似ていることから、スリッパを意味するショーソンとリンゴを意味するポムを合わせてショーソンポムという名前です。公園でよく見かける卓球のコートは
子供から大人までみんな楽しそうに卓球をしています。歩いているとちょこちょこ見かけるインベーダーの作品も探していると面白いです。通りの終わりには教会が建っていて、まだ一度も寄ったことがないので寄ってみたいと思います。なんとなくブラブラするだけでもいろいろと発見があるので見つけては楽しんでいます。散歩の帰りに買い物を済ませて家に帰ってきました。今日は少し肌寒いのでポトフを作ろうと思います。パックには入っていませんでしたが、ニンニクとジャガイモが好きなので足します。ポトフに入れる肉は家にベーコンと鶏肉があったので、スーパーで煮込み用の牛肉を買ってきたのでそれを使います。昔フランス人に日本のおでんを説明するときに日本風のポトフと伝えたことがあります。ポトフの名前の意味はフランス語の鍋を意味するポト、火を意味する風を合わせて鍋を火にかけて煮込むことからポトフと呼んでいます。僕のフランス人の友人はおでんが大好きですが、あまりフランスではおでんは一般的ではないかもしれません。今日使う牛肉は煮込み用のブッフブルギニヨン用とパックに書いてあったもので、牛肉はフランスやヨーロッパのものが多いです。
普段は肉は一種類で牛肉や鶏肉を使って作ることが多いですが、家にたまたまいろいろな肉があったので今日は使ってみることにしました。ポトフは時間がかかりますが、時間をかけた分楽しみが増えるので作るのが好きです。ポトフに使うマスタードはマヨネーズと混ぜて使います。翌日もポトフを食べましたが、一層美味しくなっていました。最後まで動画のご視聴どうもありがとうございます。よろしかったら過去の動画もご覧になってみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。アビアット。